方アーロン・ジャッジさん、打率2割4分4厘、HR6、打点11、OPS844、去年は確変だったか。大谷と同じような成績やね。打率がね、終わりやね。はよ我が軍に来い、投げられない大谷。肩はジャッジの方が強いけど、165投げる投手の肩に勝てるわけないだろ。肩は大谷のが強いに決まってんだろ。パワーはジャッジのがあるかもしれんけど、確変しなくても40発は打つから。こいつの打撃ってトラウトよりつまらんよな。当てるだけでホームランとか。MVP ついてる？現状無理。大谷がアホみたいに大荒稼ぎしてる。なお防御率なし。こいつには打率が低いって言わないんだな。ヤンキースやし。大谷はマウンドで165キロ。ジャッジは助走付きで162キロ。やろ。でも打率がね、名門打率は高いんだが、ヤンキースは重圧がすごいからな。まあ65本とかでも打たない限り今年は大谷やろ。大谷号ぶっちぎり1位、ジャッジ号56位。でも打者だけなら、普通に大谷以下や。ジャッジ号 0.9、大谷号 0.2。大嘘で草。消せ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 。ジャッジはまあ不調なだけだろって感じはする。ご視聴、ありがとうございました。